アーティストウェイブ、クロス FM からお送りしているポッキーのケイズウェイブ、今日のアーティストウェイブ。それでは自己紹介お願いします。はじめまして、シンガーソングライターの初柴隆史と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、僕は実に7年ぶりの再会になるんですけども、もう7年になってしまいます。っていうか、あの、はい、シンガーソングライターではなくって、はい、俳優さんとして僕お会いしてるんですよね。お、7年前は、その時はそうですね、はい、映画サンシャインデイズという、はい、映画の準主役で、はい、ね、これもあの音楽の映画だったので、はい、そこでも歌わせてもらって、そういうつながりで出演させていただいて、初島さんはじゃあシンガーソングライターされながら、はい、他のそういう俳優業だったりもされてるんですか？今ですね、今は舞台の音楽を書いたりですね、僕も出演したりもするんですが、結構あのメインであの音楽を書かせてもらったりすることが多いです、ね、活動しながら、はい、でも全てがこうつながってますよね。そうなんですよ、ね。じゃあ、あの、この番組霧島シトとの番組なんですが、はい、早速ちょっとね、再会に乾杯したいんですけども、はい、今日は黒霧島用意してますけども、はい、ありがとうございます。焼酎は大丈夫ですよね？焼酎大好きです。やった、よかった。飲み方はロックでお願いします。わかりました、ロック、はい、お作りします。やっぱロックシンガーということで。そうですねそうですねって言っちゃいましょう。ロックもう、ええ、じゃあ僕はそうだね、水割りで。わかりました。そうですね、そうそう、2時間番組あるんで、はい、ですよね、はい、僕帰るだけなんで今日最終日なんで今日最終日で、最終日です。あ、嬉しいな、はい、でも本当にどんな時に飲みますか、はい、焼酎は、うん、焼酎はですね、やっぱりあの焼き鳥屋さんだったりとか、うんうんうん、あの打ち上げ、ライブの打ち上げとかに飲みますね、はいはい、そうですか、はい、特に博多で飲む焼酎は美味しいんじゃないですか？美味しかったです、ね、もういろんな場所で飲ませていただきました。今回は福岡4泊5日の旅だったんですよね、はい、そうです。じゃあね、大トリはこの番組ということで、はいはい、もうここに、じゃあ乾杯しましょうね。じゃあせーの、乾杯。ようこそ。ありがとうございます。いただきます。いただきます。うん、まさかラジオを焼酎飲めるとは思うんです。そうなんですよ。どうですか、本気飲んでますか？はい、本気ですねこれ、そうですよ、最高です。さあ、4泊5日の福岡の旅、はい、どういう感じだったんですか、教えてください、ぜひ。そうですね、あの、6月の27日に、福岡ファクトリーアベラシューっていうフォトスタジオで、ワンマンライブをさせてもらって、はい、で映像とコラボレーションをしたりですね、うん、やったのがその、 あの一番福岡のワンマンなんですけど、あとはもう本当に流しのように、ほうほうほう、まあ、ポッキーさんもご存知で、あの、リスナーの方はちょっとご存知ないんですけど、石橋さんという方が本当にいろんな場所で、連れて行っていただき、もうCD を持ちながら流しのごとく歌いまくるっていう、ね、石橋正則さんという名物の子がいるんですけどもね、はい、鹿児島ね、はい、福岡でね、はい、活躍中の、そうです、初柴さんをじゃあアテンドしながら行く先々でそうなんですよ、奏で歌い、ね、そうなんですよ。僕7年前も石橋さんに初めてお会いして、はい、うん、いろいろプロモーションかけていただいたんですけど、いろんなあの映画の仕事をされていたので、その時にいろいろ、まあ、ラジオからあのテレビとかもあったんですけど、うん、もういろんな場所で居酒屋で初柴君ここで歌いなさいっていうことを無茶ぶりをいっぱいしてされてですね、あの焼肉屋でもガールズバーでも歌って、うん、歌いも最初は嫌だったんですけど、でもどん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 、あの CD が売れてって、うん、4日間で400枚売れたんですよ、ね、400枚。で 僕ね、それが原点になってるんですよ。だからギター1本持てばどんなところでもライブ会場だっていう思いで、全国だーって今ツアー中、そういう思いでやってます、はい、でも僕ね、はい、アーティストって本来それが姿じゃないかと思うんですよね、はい、そうなんですよ ね、でも最初はすごい抵抗あったんですよね。あ、ギターを、はい、CD できたら CD 店に置くだけじゃなくって、はい、やっぱ届けるということが大事で、はい、その原点はやっぱりどんな場所でも CD を届けに行く、はい、歌う、はい、ね、出会うみたいな。そうなんですよ。だからお客さんは食べてるだけなんですけど、はい、あのどうやって引き込むかっていうか、音楽に、僕の音楽にっていうの
ことをすごく考えるようになりましたね。へー、はい、じゃあもちろんこのスタジオでも、はい、歌ってもらえるんですよ。このスタジオがライブ会場に。ぜひぜひ、ねえ、はい、いいですか。いいですか。今日ギターを持ってきてくださってます。じゃあ何歌われますか。今日はですね、せっかくの雨なんですけど、はい、夏の曲を、八幡隆の花火という曲を。あ、はい、いいですね。7月ですし、お祭りもね、近くなってきますから。わかりました。それではお願いします。お願いします。はい。真夏の風は恋しい、懐かしい匂いがした。今もまぶたを閉じれば浴衣姿の君がいる。舞い上がる夏の夜を彩る。確かに二人ここにいたんだ。花咲く夜空見上げてた。君に恋したあの夏を忘れない。花火ヒュルリララ頬を染めたね。何度も君のうな叫んだこの胸に灯るあの花火。思いを知るほどに苦しい思いもするんだね。人混みの中繋いだ手をいつまでも離せなかった。立ち止まり不意に見上げた光。今年の花火君も見てるの。あの手のぬくもりが蘇る。君に会いたいあの夏に帰りたい。涙アスファルトに一粒落ちた。キラキラ琥珀色したこの胸に灯るあの花火。いや、すごい。ありがとうございます。いやー、ロコちゃんどうですか。もちろんこの音を聞いてパワー伝わってきたと思うんですけど、表情、歌ってるその仕草とかからもすごくパワーとか切なさとかが伝わってくるから、これはたとえご飯食べてても見ちゃう。いろんな場所でぐーっと引き込まれちゃう。どんな環境であろうが、うん、ありがとうございます。素晴らしい。さすが。いや、またこれ焼酎飲みながら最高ですね。いやでも全身全霊ですね。そうですね。魂の叫びって感じ。僕あのライブを一つ一つやるんですけど、はい、もうこれが最後だなってやっぱり思うようになってるんですよね。なんか自然に一期一会。そうですね。その場では本当そうなんですよね。一期一会の出会いを大切にっていうか、はい、なるほど。いや、ありがとうございました。ありがとうございます。まあ、こうやって今全国ツアー中ですよね。はい、そうですね。はい。まあ、だけどこのツアーでね、はい、また新しい出会いもどんどん生まれてると思うんですけども、生まれました、はい、そうやってね、4日間で400枚も CD、はい、そういう気持ちにさせるっていうのは、はい、でも初芝さん自身ですからね。そうですね。なんかいろんな、まあ、いろんな人を巻き込んでいきたいなと思って、つながっていきたいなっていうか、つながっていきたいっていうか、うんうん、そうですね、はい、そういう気持ちでこう、ね、歌うっていう。いつまで続くんですか？ツアーですか？ええ、ツアーですね。もう、
もうほとんど後半なんですけど、先週、北海道行ってですね、はい、3日後には金沢行って、うん、そして、横浜でライブやってですね、10月に東京のワンマンが、はい、10月に、うん、それで、はい、一つ区切りを、ね、東京どこでワンマンなんですか。はい、東京はですね、南青山マンダラっていうところで、ほほほ、はい、バンドでライブをやります。うん、そうですか。はい、秋ですね。10月は東京。そうですね、はい。うん、でもこうやってそのツアー以外にも、さっき舞台の音楽監督もされてる、はい、ということなんですけども、はい、やっぱ違いますか、全然自分で歌を歌うのと。そうですね、うん、何が違うって言うとやっぱり、役者さんの息遣いだったり、はい、ダンサーさんもいたりするときはその呼吸に合わせて演奏をしたり、うん、その人が、その人のために楽曲を作ったり、セリフを歌にしたりとか、はい、制約がある中で曲作りをするっていうことがの難しさ、うん、楽しさっていうのがすごく僕の中では、うん、今の音楽活動につながってるなって思って、はい、それはもちろんこれからも継続していくわけですよね。そうですね、はい、ね、そうですか、はい、あとまごっちゃんね、はい、彼は料理がすごいんですよ。あらやだ。で、手作り料理&ライブ、うん、はい、彼が作った料理を食べてもらってライブを聞くみたいな企画もされてるんですよ、はい、そうですね。爽やかでイケメンで、はい、歌うまくて料理できる、そう、なんてことですか。もうとんでもないですね、はい、その料理の話をいいですか、はい、どこで修行したんですか。僕はですね、20代はずっとやっぱり何かを作ることがやっぱり好きで、もうほとんどアルバイトは、厨房、キッチンで、その中でイタリアン料理のな、この、ですね、デザートを作る、はい、セクションのドルチェっていうところで、はい、いろいろやらせてもらって、結婚式のケーキから、ウェディングケーキですか。そうですね、ウェディングケーキからパンからってもうめちゃくちゃ作って、それがなんかもう今の活動のなんかこうドルチェっていうイベントなんですけど、普通の僕のライブより5分で完売してしまうっていう。そう、大人気なんですってね。2011年からですかね、そうですね、このドルチェっていうイベントが、はい、手作りのスイーツとライブを融合したイベント、はい、大人気で、はい、はー、今までどんなドルチェをお客さんに出してきたんですか。いろいろやったんですけど、タルトから、うん、イタリアのお菓子が多いですね、モンブランとか、うん、はい、そうですね、いちごタルトから、ですね、ケーキから、そうですね、フルーツ、グレープフルーツを取ってゼリーにしたりとか。あ、器はグレープフルーツだったね。そうですね、でそこに甘い歌を添えて。そうなんでしょうかね。いや、これもぜひでも継続してほしいですよね。ね、福岡でやったことはないんですよ。それも全国でやってみたいなっていう、なんかご当地の食材とか、はいはい、そうなんですよね、使いながらやってみると。そう、ね、もうギターをホイッパーに持ち帰ってホイッパーにしてやってみたいなって思っております。いや、ということで、でも本当マルチにいろんな方向に活躍されてるんですね、はい、うん、なんかそれがどちらか時期もあるんですけど、うん、今は全部音楽につながってるなっていうのがあるんで、もうとにかく何でもやりたいなっていう気持ちもあるんですよね。これからどこに力を入れてくってわけでもなく、今あるものいろいろやってて、そうですね、今目の前のものをこう頑張って、それが全部音楽につながってるんで、表現から何から、いや、よかったですよ、はい、でも今後のまた夢ってあるんじゃないですか、はい、なんかやりたいこと、やりたいことはですね、もう目標なんですけど、はい、オリンピック2020年までには日本武道館をやるっていうのはもう確実なこう目標を持ってやってるんですよ。で、それを逆算して、うん、どういう風にやったらいいのかっていうのを、もう活動ノートにもう全部5年間の活動をびっしり書いてあるんで、それをなぞっていって、オリンピックには、うん、日本武道館必ず成功させるっていう気持ちでいます。できるためにはどうしたらいいかっていう、具体的に、はいはいはい、もうしっかりビジョンがあって、はい、そうですね、足りないものだらけなんですけど、でも明確な目標があればそこを補っていくっていうことを、でもこの情熱があればね、はい、実現できますよ、はい、もうできると思ってます、自分もね、全てがこうスペシャルになるんじゃないかと思いますけども ね、 そ う、 ね、はい、そうですか。またでもね、こうやって博多九州の方にも帰ってきてもらって、はい、大好きな場所でしょ。もう大好きです。もう本当に食べ物が美味しいし、リーズナブルだし、
本当に活気があるしパワーをいただけるなと思います。福岡、あとフェイスブック見たらあの、はい、福岡校で歌ってませんでしたっけ。歌ってました気持ちいいんですよすごくねえ、はい、曲生まれたんですか。生まれましたね。うわー、ちょっとこれは早くアルバム作って、また福岡に戻ってきたいと思います。そうですか、はい、待ってます。わかりました、はい、じゃあ今日本当にね、はい、貴重な時間ありがとうございます。お帰りになる前に、はい、ね、いっぱいいただいて、はい、10月のね東京のワンマンに向けて駆け抜けるそうなので、はい、追っかけていきましょう私たちも、はい、ありがとうございました、うん、じゃあ最後にクロス FM リスナーの皆さんにメッセージお願いします。はい、福岡の皆さん、出会ってくれてありがとうございました、4泊5日の旅でしたが、本当にたくさんの出会いがありました。そしてまた必ず最高のアルバムを引っ提げて、全国ツアー福岡ワンマンライブで帰っていきたいと思います。それまで待っててください。ありがとうございます。はい、はい、そして最後に一曲聴きながらお別れなんですが、これ10年愛というタイトルなんですけど、はい、どんな思いで作られました。もともと僕の友人の、失恋の話が元になってるんですけど、はい、友人が10年間付き合った、彼女と別れてそれを浄化させるために、作った曲なんですけど、何でもこう無駄な出会いはないんだよっていう思いが入っております。ぜひ聴いてください。わかりました。じゃあ曲紹介をお願いします。はい、初芝隆で10年愛。どうもありがとうございました。ありがとうございました。放課後の教室、あなたを誘って初めて手をつないだ道、あの頃の二人が描いていたのは終わりのない未来。大人になってすれ違う日もあって、信じ合いたくて喧嘩もした。なんとかなるよって強がってみてもどうしようもなかった。ねえ、あなたがいないよ、二人で過ごした街、目に映る一番欲しかったものが今ならわかるのに、今あなたを思うと明日が怖くなる。時間はきっと二人の味方だ。You
僕祈り願っても二度と戻れないと知ったんだ。今あなたを思うと涙が止まらない。思い出の中にしかあなたがいない。Okay.